試合演説会を開催いたします。新宿西口駅前のお集まりをいただきました皆さん、本当にありがとうございます。多くの皆様がこの平日のお出にくいお時間にもかかわらず詰めかけていただいて、自民党のこの政策論争しっかりと聞いていただける、こんなに嬉しいことはありません。この5年間責任をどう果たしていくべきか、ずっと考えてまいりました。昨年発災をした東日本大震災は、今を生きる私たちにとって忘れ得ぬ出来事でありました。いまだに33万人もの方々が困難な生活を強いられています。今すぐ政治のリーダーシップで力強い本格的な復興に取り組んでいかなければなりません。危機管理とは何なの。それは起こるであろうありとあらゆる事態を想定をし、それに対してどのような法律をもって臨むか、その法律が十分でないときはどのように法律を改正をするか、どのような体制でことに臨むか、諸外国との連携は十分だ。新宿駅駅長にお集まりの皆さん、こんばんは。石原伸晃です。私石原伸晃、2度目の自由民主党総裁選挙に立候補をさせていただきました。この12日間、北は北海道、南は沖縄まで、5人の仲間とともにマイクを握り、自民党をどう変えるのか、そしてよみがえった自民党は日本のために何を成していくのか、お話をさせていただいてまいりました。